人間なら誰もが持っている願いと現実の狭間、それが眠りの夢の世界ぞな。その世界を司る力を授かるし者、それが俺たち幕の一族ぞな。一族にはある力が授けられるぞな。それは55年に一度満月の夜にしか使えない伝説の力。そして今年は俺の番なんだとな。その力を使える日がついに近づいてきたんだとな、そいつはよかったね。おざなりに聞かないでとな。俺の人生の名イベント、どんな力か知りたくないとなか。どんな。眠りの夢の中に入っていけるんだぞな。ヒイラギ様は夢がないから夢を開くわけにはいかんぞな。でもヒイラギ様も人間、寝ているときは夢を見るぞな。黒美様がお望みならヒイラギ様の眠りの夢を見せてあげてもいいぞな。それは早く言え。見たい見たい、ヒイラギ様の夢。あたいの夢を見てたりして、うわやだもん。いよいよ今夜、55年に一度しか使えない俺の伝説の力を見せるぞな。パクくん頑張って。ワクワクするな。おうせがれ、人様の前でしくじりやがったら承知しねえってよ。しっかりやるんだっぺ、バック。父ちゃん母ちゃん任せてぞな。あんちゃんファイトだっぺ。おう任せろぞな。何をお前の一家と前見たちまで呼んでるんだよ。はぁ、55年に一度のかっこいい俺の姿をみんなに見てほしかったんだぞな。威勢のいい子だね。気に入ったっぺ。ゾナがゾナでゾナ五段活用、ゾナ、ゾシ、ゾラ、ゾリー、眠りの夢の主、召喚ゾナ。うわ、助けてゾナ。ヒイラギ様の寝顔素敵。キザなバイオリン野郎だ。違うよ、これは先輩さん。タケルはそう呼んでるよ。俺の若い頃に似てやがるっぺ。うるわけなんだ。静かに。うるさいよ。もうヒイラギ様が起きちゃうだろう。気づかれたらどうすんだよ。お前が一番うるさいっぺ。大丈夫ぞな黒美様、この術をかけたら朝まで何があっても起きないぞな。そうなんだ。そう、起きないんだぞな。は？起きない？ん？ん？ゲー！先輩さんを三つ編みにするの。どれどれ、わしにも。バカ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 。それでは行くぞな。おお。ゾナ、ゾシ、ゾラ、ゾリ、月見て一ゾナ、こいこい夢。ゾナ、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 ゾナ。夢を吸い込むぞな。ゾナ、さあ入るゾナ。あたり一番だよ。どれどれ、観光気分だっぺ。久しぶりだ。楽しそうだな。気をつけてなだっぺ。あいやだっぺ。バク、立派だっぺよ。こいつは驚いたっぺ。こんな殺風景な眠りの夢初めて見るっぺよ。これがヒイラギ様の夢。あん、あたいの居場所は？ロミー、I love you ロミー。
なっちゃいねえっぺ。眠りの夢ってのはよ、もっと楽しく派手に行かねえといけねえっぺ。例えばこうゴルフコースがあったりよ。あんまりね、ここにお花畑があったらいいと思うの。僕もトウモロコシ畑が欲しい。欲しくない。ヒイラギ様の夢は上品でシンプルなんだよ。誰だ。もしかしてヒイラギ様。先輩さん、ちびっこかわいい。ん、燃えるゴミ、ゴミ。あ、生きてるのか、このぬいぐるみ。わお、なんて可愛くねえガキだっぺ。生ゴミか。わわ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 。何でも僕の自由になるんだからな。素敵、ヒイラギ様。僕の夢を。うん、みんなで見に来たの。でもなんもなくてつまんないよ。こらこら、勝手なこと言ってんじゃないよ。そんなの見に来てどうすんの、くだらない。僕が素晴らしすぎるせいで現実で何でも簡単に叶うからね。まっ、こら離せ、こいついっぺん。俺今父ちゃんと心が一つになった気がした。おみは父ちゃんにだってから。こんな年の時からこうだったのか、キザなバイオリン野郎。ヒイラギ様、筋金入り素敵。それでいつかあたえと一緒に夢を見つけるの。でもつまんないっぺ。んだんだ、観光気分で行ったっぺのに本当に何もないんだっぺ。これじゃああんちゃんの顔がたたんべさ。あれ、これなに。ん、霧の中にゴミ袋がいっぱい。ああ、それは僕がもっと小さい時の夢だよ。でももう捨てたんだ。なんで、あるじゃねえか。あげるべ、あげるべ、ダンベ。おう、あの一番でけえやつ、あれあげるべよ。勝手にすれば。開け、夢の袋。なんちって。せーの。ん、どうしたっぺ。バカ、ダッペ。ありゃまあ、眠りの夢が外に溢れちまったっぺよ。やちやち、おじっこかい。呼ばれたって出かけたよ。嫌な予感が。わーい、小さい先輩さんの夢きれい。っていうかマイメロ、僕たち大きさとかめちゃめちゃだよ。面白そうだっぺ。みんなで遊ぶっぺ。ナイスショー、ホールインワンだっぺ。ヒイラギ様の夢ってロマンチック。そう、サイドアタックだっぺ。ナイスヘリングだっぺ。イエーイ。キュー、うん、天文台からの映像が出ます。なんだか知らんが、大変なことになるぞ。みんなついてきてる。繰り返します。いやでも今日はエイプリルフールじゃないし、まさか公式発表を。星がコロコロと転がりまくりやがってると。その割に地球に致命的な破壊はありません。何が何だか NASA も JAXA も私も分かりません。悪い夢を見ているようです。あ、新情報が、火星に異変があったようです。映像出ますか。出ました。これは火星の有名な
ん地面岩、その横にはなんじゃこりゃ。マイメロ、いやー、マイメロ星様みたい。ウタちゃんのお母さんもいないかな。羊やねん。マナーどうなってるの。またあいつらの仕業か。ああ、いい湯だって。ブラックホールで和むな。惑星コーナー、太陽で鍋すな。これはヒイラギ様の夢なんだよ。いいよ、少しは面白い。え、君は僕を楽しませてくれないの。シンクロナイズドスイミング、ジャパン。つまんない。ほれほれ、下品なギャグは嫌いだ。うわぁ、クール、なんてことしやがる。なんだこれは。何かが地球に近づいてくるぞ。すごいスピードだ。ビルセギだ。微妙、ヤバ、マジヤバ、激ヤバ。 NASA のクライシスレベルが激ヤバに達しました。現在謎の隕石群が猛スピードで地球に近づいています。発表によりますと、あと2時間で地球に衝突します。止める手立ては一切なく、2時間後地球は 100% 滅亡します。いやや、あいつらの遊び道具になってホラ見るなんて。いやや、ついに来たか、地球最後の日。みんな一緒の時でよかった。ヒュードロドロジーな、なに、バクか。どうもどうも、ごめんくださいだっぴー。この度はうちの息子が下手うっちまって。息子、王子様たちも大変なことになりましたね。実は眠りの夢が現実世界に溢れちまったのが原因だっぴー。なんとかして。そんな、我らマリーランド住民、総力を挙げて事態の収拾に努める所存です。この世界は必ず守ってみせますね、王様。あら、王様はどこに？いやだ、救出用に持ってきた超高速ロケットがないわ。もしや王様が。ゲーン！大気圏通過！特急に乗り換えるぞ！早いぞ！おーい！わしも混ぜてくれんかな。王様だ、ラッピー。うん、撃っちゃうぞ、トーレット。ナイショット。王様が破壊活動してるぜ。大臣、携帯で王様に帰れコールを。はい、携帯通じるのか。電話だ。もしもし、ウタちゃん。マイメロ、何やって現実と夢が混ざり合っちゃったのよ。大変なことになるんだから遊んじゃダメ。え、これ本物のお星様だったの。マイメロ知らなかった。あなた、なんとかしないと離婚よ。ルミちゃん、地球も本物だ。おい、これはお前の夢だっぺ。お前が隕石消えろと願えば隕石は消える、そう願うんだっぺ。嫌だ。はあ、つまんない。こっちの夢の世界の方がまだ楽しい。現実なんてなくなってしまえばいいのに。うわ、それ言っちゃダメ。バカ、お前の言った通りになっちゃうんだぞ。それがどうした。世界の皆様、地球に向かって落ちてきている隕石や惑星群はもうすぐ地球に衝突します。皆様あらゆる手を尽くしましたが、今寝たふりをしています。これが当局のラストニュースです。さよなら地球、さよなら人間、全ての愛しい者たちよ、さようなら。散っちゃうの。ラブも知らない私のライフ、儚く散るの後を濁さず、ひたひた聞こえる死神ウォーク、私の命を通り去り。自制のポエムやめー。ああ、ルミ
ちゃんに離婚される、ルミちゃんに離婚される。地球が出来上がって時にされたい。でも王様、どうやってここまで来たんですか。一同用意はいいか。ではいざ発進じゃ。でも間に合うんですか王様。途中で特急に乗り換えるんだぞ。お母ちゃん今助けに行くからね、待っててね。マイメロ、クロミ様、特急に乗るっぺ、乗ったっぺ、出たっぺ。隕石軍だ。こんな時こそマイメロじゃ、頼んだぞ。はい、隕石さん止まってお願い。あだま、隕石にお願いが効くか。何でもお願いで片付けようとしやがって。クロミノートナンバー2016、そのお願いパワーで何度もおやつのラッキョウを取られたあたりの悔しさ思い知れてなよ。こんな広い宇宙でそんな小さいこと言ってんじゃねえだっぺ。あたいには大問題なんだよ。マイメロやるだっぺ。はい、月のウサギさんにしよ、助けてね、メロディー。いやちょっと大物すぎるぞ。だっぺ大臣。はい、マイメロ、こんな時こそドリームパートナーのウタ殿と力を合わせるのじゃ。おお、それじゃそれじゃ。歌ってウタちゃん。ええこれでいいの。そうです。さあメロディータクトのエネルギーをいっぱいにするのです。夢の歌お願い。はよせんかい。ほんの少し意地悪な電話の切り方をしたの。だって急に真剣な声で話し出すの。エネルギー充電 80%。 120%。 万歳！よかったね！ただいま地球さん。
してそんなに一生懸命になれるんだ。お騒がせしました。さて、コロリと忘れますか。コロリ、ゆうべは大変な騒ぎでございました。そういえば何か夢を見たような。平一坊ちゃまが、お珍しい。それでどのような。少しだけ面白かったかな。